えー、高橋さん、成田さんの件についてしっかりとツイートしているヒロさんない。二人にしっかり目に、しっかり目にかかりなる人たちがポジション取って大人の都合で黙決め込むのもかっこ悪い、ヒロかないも偉い。まあ、でも結局、関わると、多分、あの、日経新聞とテレビ東京出れなくなるんですよ。<laughs> 要は、その、あの、まあ、よくある話なんですけど、あの、雑誌で、 JR とキオスクを叩くことができる雑誌って売れてない雑誌だけなんですよ。で、なんで雑誌が JR とかキオスクを叩けないかっていうと、た、まあ、叩くと、あの駅で売ってる、そのオスクとかで売られてるとかの本が、あのまあ本とか新聞とかがね、すべて扱い中止になってしまうんですよ。なので、JR を叩くことはできないみたいなのがあって、で、その芸能事務所を叩くタレントはいるんですけど、 テレレビ局を叩くタレントはいないいなんですよいやそのその曲出れなくなるじゃん。えっ、ー、とね、あの、鶴瓶さんがテレビ東京で禁とか結構長いんですよね。なんか、20年ぶりとかに再開されたのかなまあ、そんなのもあって、割とその、テレビ局悪いよねっていうのもなかなか言えないんですよ。だから、あの、前にあの、堀江門さんがフジテレビを買収しようとしたときに、その、堀江ン悪いよねーっていうときに、その、 タレントでホリエモン擁護した人って僕見たことないんですよね。まあ僕の曲が悪い、曲訓力悪いかもしれないですけど、まあ要するにその、堀江さんを擁護するようなやつはフジテレビに出さないというのがあるんですよ。で、あの、フジテレビだけでもなくて、そのフジテレビがあの子会社である不走者だったりとかも、ホリエモン出さないみたいになっちゃうので、 なので、その、堀江さんを、まあ、その、出しませんよって言ってる状態なので、じゃあ、それに文句を言うタレントっていうのは、まあ、なかなか、フジテレビだったり、奏者の雑誌だったりとかが出づらくなるみたいなのもあるんですよ。で、まあ,あ、大体、どのテレビ局も、その、日本テレビだったら読売新聞とか、テレビ東京だったら日経新聞みたいな感じで、その、割と新聞とテレビ局っていうのが、まあ、くっついてるとか、親会社、子会社みたいな関係で、 で、えー、と日経新聞が34%かなんかの株をテレビ、テレビ東京のね、株を持ってるので、なんで、その、テレビ東京に文句を言うとか、日経新聞に文句を言うっていうのをやると、まあ、基本的には、そういうのに出れなくなりますと。で、あの日経新聞を敵に回す企業がほぼないんですよね。 その日経新聞にデマ流されましたみたいなのをなんかトヨタとかにあの任天堂とかがたまにプレスリリース流すんですけどそれもやっぱ強い口調では言わないんですよねあの当社はそのようなあのこうあの事実は当社の中ではそのような事実はありませんみたいな,あんなデマですみたいな書かなくてあくまでその日経新聞はなんかなんか違うこと言ってるよねぐらいな感じっていうのがあって今その日経新聞読んでる人っていうのは結構いて まあそのおっさんんに多いんで、すけどでそこでなんかバッシングキャンペーンとかやられちゃうと、上場企業はやっぱり株価に影響があったりするので、なのでその、割と上場してる会社っていうのは、日経新聞を敵に回すと、メリットはほぼないよね、デメリットはあるよねっていうのがあって、まあ、敵に回さないっていうのがあるんですよ。で、まあテレビ東京も小会社なので似たようなもんでやると。で、その、今回、あの客観的にコーチの事実だけの話をすると、 えっと、文春に出てるんですけども、まあ、もともとその、えっ、ー、と、後藤さん、後藤達也さんという人が日経新聞で割とエース記者だったんですけど、で、記者の時代からツイッター e r 3 6万フォロワーとかがいて、で、まあ、大人気の人だったんですけど、まあ、日経社内の中でアーダコーダーであって、辞めることになりましたと。で、その、辞める時も、その、 記者時代から使ってたアカウントを使うかどうかみたいなトラブルがあって、結局記者時代のアカウントを全部捨てて新しく後藤さんは Twitter のアカウントを作って、で、ノートとか始めて、で、なんかもう年収5、5、ん ?6000 万売上でベースでとかなんか。 結構いい額まで行ったんですよ。なので、すげえ大成功してるんですよ。やめて成功みたいな。なので、日経としては、まあ、に、苦々しい、そう、感じ日経の偉い人はね、苦し,しい感じで、後藤達也さんを見ていたと。で、その、まあ、 一応要するにその俺たちの命令を聞かないで辞めたら大変なことになるぞっていうので割と若い人たちというのをそのこき使ったりとかまあひどい扱いをしたりしてもまあそうは言ってもここ辞めたら大変なことになってしまうから辞めないようにしようねっていうのが割とその日本の昔ながらの企業でよくあるパターンなんですけどなので辞めたやつは不遇な目に遭わなければならないというのが結構不分率としてあるんですよね。 なので、まあ芸能事務所とか。でもそのなんかあの某その。 闇営業をしたって言われてるタレントさんとか、その辞めるんだったら、俺らの事務所の芸能順体一切絡まらせないぞっていうのもやるし、で、テレビとか出そうとしたら、そのテレビ局に対して、俺らのタレント出さねえぞみたいなことやって、その芸能事務所を辞めた人をテレビに出さないというのを、某芸能事務所とかやろうとしたりするんですよね。あと、まあその役者さんとかで、自分の本名で <laughs> 役者やってんのに、なんか本名使えなくなるみたいな役者さんとか、 で、あの、本名を使えなくなる AV 女優さんとかもいたりするんですけど、っていう感じで、割とその、なんか、俺んとこやめたら、マジ潰すぞっていうのは、結構昔から業界であるんですよ。まあ、あったんですよ、と。で、まあ、そういうの良くないよね、みたいなことを、まあ、僕とか成田先生とかよく言ってたんですけど、で、その状態で、その日経デルト大学っていうところに、その、えっ、ー、と、後藤達也さんが大成功したので、その、頭の悪い、あの、 パンダこと高橋プロデューサーが、あの、会社読めてどうだったんすかみたいなことを、その、日経テレ東大学というチャンネルの中で、元日経新聞でさらに成功している後藤達也さんに聞くっていう、あの、その大企業の論理が分かってきたら、それやっちゃダメでしょっていうのを、アホだからやっちゃったんですよね。某パンダのおじさんが。で、某パンダのおじさんが、で、まあ、やっぱ後藤さん優秀だし、話面白いし、で、再生数も伸びるんですよ。 で、そのパンダがもっと頭悪いのは、あ、こんなに後藤さん人気だし話も面白いから MC にして定期的にシリーズ番組作ろうって言って集まる金融の森っていうシリーズ番組を作ったんですよ。日経テレ東大学という名前で元日系の人が MC をやるっていう、いやいや、それどうなのって大企業の人は思うんですけど、ただ、 日経の中の人たちでもでも別に後藤さん悪くないよね言ってることは正しいよねっていうのでその日経テルト大学のチームの中では後藤さん起用はありだよねという形になったんですよ。であの文春の記事の中とかでもそのなんか「あの子供株買ったら大丈夫だよね」みたいなのをその言ってしまうのはいかがなものかみたいなのが議論としてあったみたいなのもあるんですけど。 あの実は結構日経テレ東大学ってあの内容ちゃんとしててあの生配信たまに高橋君がやる頭のおかしいのは別にしてあの編集してるやつは一応その日経の記者さんとかみんながちゃんと見てあのこの内容まずいよねっていうのを外して法律に触れない範囲の内容にきちんとしてるんですよ。なので今まで別にその動画の内容が悪いよねというのは一度も言われたことがないんですよ。 っていうところで、で、その、まあ、あの、後藤さん出すのいかがなものかっていうのがあって、で、多分それがこう続いて、で、その日経の中でも、その、あの、なんか組織改編とかがあって、で、その組織改編の中で、まあ、もともとちょっと、あの、外れのデジタル事業部がやっていた、担当してた日経テレ東大学というのが、割とあの、本流のところが担当することになってしまい、で、本流のところが、えっとね、日経ライブなんとかみたいな、 あの別の YouTube チャンネルをやってるんですよでそこがね登録者数10万人とかであのまあ僕も見たことないんですけどあの皆さんも知らないと思うんですけど一応なんかあるんですよ。いやその日系の,その,あの本当に編集っていう本流がやってるチャンネルというのとあのその頭のおかしいパンダがやってる日系テレ東大学っていうのがあって。 で、頭のおかしいパンダがやってる日経テレ東大学のそのチャンネル登録者数もずっと伸びて、再生数もずっと伸びていて、で、100万登録来ました。で、片や本流と言われてる、その日経の方がやってる、なんか日経ライブなんちゃらみたいなチャンネルが、ま、登録者数も伸びずに、ユーザーも全然増えずに、あの、どう見てもお前がやってるとこ失敗してるよねっていうのが、客観的に見える状態になっちゃったんですよ。いその頭のおかしなパンダがやってるやつは大成功して、 その本部の,あのすごく優秀とその日経新聞の社内で思われてる人たちがやってるところは、まあ、大失敗だよねっていうのが客観的に誰が見てもそういう状態となりましたと。でそこの日経の本部の偉い人たちがどうするかっていうと成功してるやつがなくなったら <laughs> 失敗って見えないよねって。要 <laughs> はその100万登録で大成功で16万登録でそんな再生数いってないは比較をするから。 その、どっちが優秀か、どっちが失敗しるかわかるんだけど、あ、じゃあその日系テレ東大学っていうのがなくなったら、俺らのこれ失敗ってわかんねえじゃねっていうので、よし、潰そうっていうのが、あの、去年の年末から進んでた話っていうのが、あの、文集に書いてありました。はい。